皆さんこんな悩みはありませんか？動画を開いてもできない気がしてやめてしまう。きつい動画は三日坊主。簡単に習慣にできる寝る前5秒エクササイズを紹介します。寝る前は激しい運動をしてしまうと交感神経が働いて寝つきが悪くなります。今回は副交感神経を働かせながら筋肉を緩め、適度に筋肉を使うことができるメニューになってますんで、スマホ持って一緒にやりましょう。楽に寝た状態で首を左右に振っていきましょう。1、2、3、4、5。左手首をブラブラしましょう。1、2、3、4、5。反対も一緒です。1、2、3、4、5。左足をブラブラします。1、2、3、4、5。右足も一緒です。1、2、3、4、5。両膝曲げて内側に倒していきましょう。1、2、3、4、5。足を閉じたらパカッと開きましょう。1、2、3、4、5。足をブラブラ揺らしましょう。1、2、3、4、5。反対も同じです。1、2、3、4、5。足を開いて太ももをブラブラ揺らしながらふくらはぎも揺らします。1、2、3、4、5。足を閉じて左右に倒しましょう。1、2、3、4、5。手を上に上げてブラブラしましょう。1、2、3、4、5。反対も一緒です。1、2、3、4、5。今度は手を万歳したら戻しましょう。5回。1、2、3、4、5。反対も一緒です。腕の力を抜いて1、2、3、4、5。両足伸ばして振りましょう。5秒。1、2、3、4、5。今度は足を左右に振ってキープ。5秒。1、2、3、4、5。反対にもひねりましょう。1、2、3、4、5。今度は横を向いたら手を開きましょう。5回。1、2、3、4。
所です。5回足を交互に抱えましょう。一緒に行きましょう。1、2、3、4、5。 OK、 足伸ばして首を横に振りましょう。1、2、3、4、5。足を閉じて片方ずつ開きましょう。足を伸ばして体全体を振りましょう。1、2、3、4、5。今度は手も足もぐるぐる振りましょう。1、2、3、4、5。両足上げて足をブラブラしましょう。1、2、3、4、5。スマホを一回置いて両手ブラブラしましょう。1、2、3、4、5。足を上げて開いたままで止まっときましょう。1、2、3、4、5。このまま足を閉じましょう。1、2、3、4、5。足を閉じて同じようにいきましょう。1、2、3、4、5。足開いてお尻上げたらお尻をちょっと振りましょう。1、2、3、4、5。最後スマホを置いて手も足もブラブラしましょう。首を振りながら1、2、3、4、5。毎日寝る前に続けることで眠りにつきやすくなったり、翌朝筋肉への回復が高まります。やってみた方は感想を教えてください。